皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回はですねカロリング朝フランク王国の分裂時代について説明をしました。カール大帝の息子ルートヴィヒ一世とその息子たちが繰り広げる戦国時代にフランク王国が突入して、そしてそれら争いがようやく終わって再びフランクが落ち着いたのが870年のメルセン条約でしたと。後のフランスの母体となる二次フランク王国はというと、王権があまり強くなくて諸侯のプレッシャーにやられながらも細々とカローリング家の王朝が続いてたんですが、しかしついに987年に後継ぎを残さないまま最後の国王ルイ5世が亡くなってしまったため、これをもってカローリング朝の西フランク王国は滅亡してしまったわけですね。ということで今回はその続きからです。西フランク王国の国王選出っていうのはすでにある時から世襲ではなく選挙制ではあったんですけど、今回も新たな国王は有力諸侯たちの手によって選ばれることになります。その人物の名前はユーグ・カペイです。有名人ですね、世界史を勉強している人にとっては。これからフランスはユーグ・カペイを初代国王とするカペイ朝っていう王朝が始まることになります。カペイ朝っていうのは実はすごく長く続いて、国王でいうと15代、年数でいうと341年続きます。歴史上王朝っていうのは200年続けばまあまあ長いねと言えるようなレベルなんですけど、カペイ朝はというとそれは100年以上上回るわけですね。でもカペイ朝のすごいのはむしろそこではなくて、一番すごいのは直系男子が常にいたことなんですよ。西王っていうのは基本的に正妻である王妃以外の子供は王位継承権は持てないんですよね。日本とか中国の場合って側室の子だったり傍流の子だったりが王位につくことはよくあるんですけど、そういうことを一切せず正真正銘王妃が産んだ男子がしっかりと成人して、そして王位を継承して、また王妃と子供を作って男子が生まれて、それが死なずにしっかり成人してっていうのを15代繰り返したわけですね。これってめちゃくちゃハードル高いですよ。ということでこのことは歴史家からもカペイ朝の奇跡と称されることがあります。ちなみに言うとカペイ朝が断絶した後もその後フランス国王として即位していくことになるバロワ家、ブルボン家もカペイ家の亡流なんで、フランスっていう国の君主はユーグ・カペイから始まるカペイ家の血筋が最後まで残ることになるんですね。しかもフランスではないですけど、スペインもある時からカペイ家の血筋を持つブルボン家が王位を持つスペインブルボン朝が現代まで存続してますんで、それをずっと遡っていくとこのユーグ・カペイにまでたどり着くことになるんですね。でさっきからしれっとフランスっていう国名を出し始めてますけど、フランクからフランスへと移行したタイミングもまさにこのカペイ朝が始まった時とも言えるんですね。実は西フランクからフランスへの明確なターニングポイントってのは存在しないんですよ。わかりやすくね、例えばフランス直令なるものがあって、これをもって国名をフランクからフランスへと変更するみたいなのがあればいいんですけど、しかしそういうものはないんですね。だけどフランスっていう言葉は12世紀頃になると記録上しっかりと見られるようになるんですよ。つまりそれってカペイ朝が続いている時期でもあるんで、まあ、カペイ朝の始まりをもってフランス王国となったと言っても差し支えないでしょうと。でここまで話はだいぶ長くなりましたけど、そのフランス王国の始まりでもあるユーグ・カペイっていう人物、なぜこの人が突然国王として選ばれたのかというと、彼はそもそもロベール家っていう家の出身で、そのロベール家っていうのは西フランク王国の国王が推薦で選ばれるようになった時代、実はカローリング家を差し置いて国王になったことがある家柄なんですね。別にカローリング家とロベール家は血統的つながりは全くないと思うんですけど、ユーグ・カペイのひいおじいちゃんがですね、バイキングが南下してきて西フランクに侵攻してきた時にバイキングたち相手にとても勇敢に戦った人物らしいんですね。でその息子もまたパリを守った勇者として名を馳せていて、それでロベール家が諸侯たちからの信頼を得てついに国王として即位したと。西フランク王国時代ですけど、そういう歴史があったんですね。で今回もカローリング家の直系いなくなったし、またロベル家でいいかって感じで、あいつら強いしなってことでユーグ・カペイが選ばれたんでしょうね。一応カローリング家の亡流ね、最後の国王ルイ5世のお父さんの弟もその時いたんですけど、彼は国王としての気品と英知がないってことでロタール家が選ばれることになります。ちなみに豆知識ですが、ユーグ・カペイのカペイっていうのは彼がよくまとっていたケープを指すあだ名らしいです。なんでカペイ朝と言いつつ、別にカペイ家っていうのがその前からいたわけではないですね。そんなこんなで国王となったユーグ・カペイですけど、この時点ではフランス国王っていうのは全然王権強くなくて、それはその前任のカローリング家ですら弱かったぐらいですからね。その後担ぎ上げられた国王が突然強くなるわけがなく、カペイ朝の始まりといっても最初の頃は全然大したことがないんですね。それこそ領土で言えばパリ周辺を抑えてるだけで、他の大諸侯の方が大きいぐらいなんですよ。
そんでもって他の小公国に対して人事権を持つとか強制的に財産を抑えるとかそんな権力は全くなく、一つの国の王っていうには非常に微妙な感じだったわけですね。ただユーグ・カペイが行ったことでとても意義があったことといえば、それは彼が生きている間に自身の子供を共同統治者として指名して周りから承認を得たこと。これが前例となり、そして慣習となって、カペイ朝の前半においては国王が生きている間に自身の子供を共同統治者に指名するようになります。つまり実質的に国王位は世襲によって引き継がれることを他の諸侯に認めさせたわけですね。ただそうは言っても王権が全然強くない時代が続いて、しかも結構ですね、フランス国王がローマ教皇から破門される事件がたびたび起きてるんですよ。確か2代目国王も破門されて、4代目国王のフィリップ1世に至っては王妃が太ってしまったから離婚したいなんてことを言い出してですね、でもカトリック的価値観で言うと離婚なんてものは絶対許されないんですね。なぜなら人間の運命はすでに神によって全て定められているのであって、とある男がとある女と結婚して子供を何人作るなんてことも全部あらかじめ決まっているのであると。それが結婚したけどやっぱ離婚して別の女性と結婚するなんてプロセスが生じたら、それって神が一回間違えてやり直ししていることにもなるんで、そんなことはありえないのであると。ちなみにそれと同じような考え方でカトリックは中絶禁止っていうのもありますね。でこんなのは現代においては離婚も中絶も状況によっては普通にあり得ることなんで、どうしたらいいんだろうねみたいな社会問題にもなるわけですよ。まあ、実際カトリック色の強いポーランドにおいては人工中絶禁止の法律が施行されて物議を醸したりね、まあ、この辺の価値観はキリスト教をちゃんと勉強したわけではないんで、本人たちからしたらもしかしたらちょっと違うかもですけど、まあ、その場合はごめんなさいということで、とりあえず話を戻すと、フィリップ1世っていうのは自分の都合で王妃に離婚を迫って、離婚するために家系図を捏造したり、その王妃を幽閉してしまったり、そんで自分は好きになった女性と結婚したり離婚したりみたいなことを繰り返していて、まあ、現代的価値観でもちょっと倫理的にどうなのっていう感じの人だったんで、カトリックとしょっちゅう喧嘩して、そんでもってしょっちゅう破門されるんですね。離婚問題が原因でカトリックと荒れるって、まるでカペイ朝版のヘンリー8世みたいなね。ヘンリー8世って16世紀のイングランドのテューダー朝の国王で、奥さんと離婚したすぎてカトリック辞めてイングランド国教会っていう自分を師匠とした新たな宗派を作るくらい、俺がルールだってのを地でいく超過激派なんですけど、まあ、何かが違えばもしかしたら11世紀のフランスでフランス国教会がね爆誕していたかもしれんと、っていう妄想はまあ置いておいて、まあ、いずれにしても教皇から破門されまくるような感じじゃね、フランス国王としての権威は当然落ち始めていると。権力ないのに権威まで落ちたらこれはもう大変ですね。ちなみに4代目国王のフィリップ1世の時代っていうのは第1回十字軍が派遣された時なんですけど、いかんせんローマ教皇によって破門されてるんで、フィリップ1世の参加は拒否られてるんですよね。それこそ第1回十字軍を派遣することを決めたクレルモン公会議っていう有名なものがあるんですけど、その際にローマ教皇のウルバヌス2世から正式に破門されたようです。なんでクレルモン公会議において、イスラム教徒に奪われた我らが聖地エルサレム、これを奪還したいか、十字軍行きたいか、あ、でもフランス国王、お前は参加するんだと、破門したからみたいな感じなんですね。キリスト教が生活の中心となっている中世において、これはまあかっこ悪いですね。結局フィリップ1世の弟のユーグっていう人物が代わりに十字軍に参加することになります。でそんな感じで問題を抱えていたフィリップ1世の時代、その治世中にはこの第1回十字軍の派遣だけでなく、他にも世界史上重要なことが起きていて、それこそその後超長いことフランス史を大きく揺るがすきっかけともなるとある一大事件が起こるんですけど、それは何かわかりますかね。11世紀中旬のことですよ。そうわかりますよね。それは何かというとノルマンコンクエストなんですよ。ノルマンコンクエストってのは1066年ノルマンディ以降のギョーム2世がイギリス海峡を越えてイングランドを征服してイングランド国王に即位したもの。それはフランス国王の権威が著しく下がっている時代に起きた事件だったんですね。以前も説明したようにノルマンディ以降っていうのはそうは言ってもフランス国王の進化なんで、ノルマンディ以降としてはフランス王よりは下の立場、ただしイギリス王としてはフランス王と対等の立場となるんですね。このこんがらがった関係こそが後の14世紀から始まる100年戦争の原因となるわけですが、それはまた次回にでも説明するとして、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。次回もお楽しみに。この動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくはハッシュタグおかりきでツイートしましょう。高評価とチャンネル登録もお待ちします。ではまた。